純也君。全く認識が甘いと思いますよ。自らの経歴、人脈、あらゆることを傘に着て、それは受け取った方は圧力に感じるでしょう。ちなみに NHK の石原経営委員長は就任が2010年の12月11日だと思いますが、ご就任がね、その時の事務次官なんですよね、鈴木さんは。そうなんですよ。これね、鈴木さん、なぜ自信のある講義なら白昼堂々とやらないんですか。なぜ公明正大にやらないんだ。上場企業よくメディアに抗議してるじゃないですか、表で。抗議はしたかった。しかし抗議をしたことは知られたくなかったんでしょう。認識が極めて甘いと思いますよ。私ね、もうすでにこれ、日本郵政の長門社長が、一連の NHK の報道は、今となっては全くその通りと言ってますから。で、一連の抗議をしたことも、社内調査を経ずに抗議したことを深く反省と言ってますから、日本郵政の。あなたの上司が、副社長、ここで、一連の抗議は誤りだった。撤回して謝罪してください。日本郵政代表執行役上級副社長、鈴木康夫君。お答え申し上げます。最初の方、石原委員長が NHK 系委員だったというのは、時間的に見るとそういうことなのかもしれないことについて申し上げると、それは2018年の4月に放送された番組について考えてみると、今、注意が足りなかったということを申し上げたのであって、先ほど私が申し上げたように、第2弾として、番組の視聴が4月の11日付だったと思いますが、私どもの社長3名の連名で NHK 会長に対してレターを送っております。別に隠れたやってやかでもないけど、堂々と送っております。以上でございます。だったらその小川淳也君、提出した文書を提出してください。まだ公開してないでしょう。自信があるなら公開してくださいね。委員長にもお聞きしなきゃいけないんですが、なぜこの程度のことで会長を厳重注意するんですか。これご存じない方もいらっしゃると思いますが、 NHK が釈明に行ったときに会長名の文書提出を求められるんですよね、日本郵政から。でそこで職員は、いや、会長は直接番組制作にはタッチしてませんからという答弁をするんですよ。当然だと思う。会長が日頃そんなことやってるわけないし、一定の節度を持って当然ですから。それを上げ足を取るように鈴木副社長が、言いがかりだ、こんなもんは。上げ足を取るように抗議してるんですよ、職員の教育がなってないと。そういうことなんですよ、この内容はね。それで石原委員長、ご見識のある方だと思いますが、なぜこんな抗議に屈したんですか。会長への厳重注意なんてただならぬ事態じゃないですか。そして併せて答弁してください。10月の9日、去年、日本郵政から書面が届くんですが、そこで初めて知ったんですか、それともどっかで聞いてたんですか。日本放送協会経営委員会委員長、石原進君。お答えいたします。まず職員の出現ぐらいで経営委員会として会長を厳重注意にしたのかというご質問でございますけれども、私どもは番組の内容、中身に立ち入ることは法律上禁止されております。そういった点でどういうことがあったかというよりも、やはり10月の5日付の文書が郵政から来たときにですね、この中にガバナンスの問題として、現場のチーフプロデューサーが郵政の会社に行って、経営とそれから番組の制作っていうのは違うんだと。で、会長には経営はするけれども、制作権はないと、こういう話を現場のチーフプロデューサーがした。これ、チーフプロデューサーっていうのは、現場の制作の責任者ですから、極めて大事な役割を持ってるわけでございまして、
したがってチーフプロデューサーがそういうことを言うのはやはりこれは NHK の、 ガバナンスの問題としてですね、言ってみれば会長の部下社員に対する教育の面、心がけ、そういった面が欠けているなと、 NHK の非常にこれ大事な部下の部分だと思うわけであります。それからもう一つはですね、はい、もう一つは2ヶ月間ですね、2ヶ月間放っておかれたというその文書が文書の中に書いてあるわけでございまして、やはり視聴者対応としてそういった視聴者に対して、また同時優先に対してですね、きちっとした答えをですねして、それで納得いただくという努力をちゃんとしているのかどうかということを合わせて、まあ、調査してみた結果でございます。以上です。ちょっと待ちください。どうぞ。申し訳ございません。もう一つはございました。それから10月9日の抗議文書を受け取る前に知ってたのかと、こういうお話がございましたけれども、これについては、実は前の月の9月の25日ですね、郵政会社 の副社長の鈴木様、鈴木様が私どもの代行 の森下代行のところにいらっしゃいました。で東京に事務所があるんですけれども、でそこでまあ、お話がございまして、これはおそらく申し入れといいますかね、という感じでお目になったということでございますが、ガバナンスの問題とそれから答えがないという話についてですね、非常に不満を言っておいでになられたという話は聞いております。小川淳也君。やっぱり鈴木さんが陰でいろいろ動いて、事実上の影響力行使してるんですよね。それ NHK は屈したんですよ。跳ねつけられなかったんだ。まあ、これ他党が扱っていることですからあれですけどね、まあ、叱られない範囲で、これ郵便局の転居届に NHK の転居届だけセットされてるそうですね。こういうことを一つとっても特別な関係なんですよね、両者は。そういうことなんですよ。それでね、経営委員会も今回、会長厳重注意、これ、もみさんに対するハイヤーの不正利用とか、以来ですよ。過去にこの2つしかない。もみさんの時はちゃんと公開してる、経営委員会は。これは非公開、議事録不作成です。お互いに水面下でやったんでしょう。身内同士であることをいいことに。これが良くないと言ってるんですよ。表でやってください、表で。お互いに公的責任を負ってんだから。総務大臣に最後に聞きます。まあ、これ、また総務委員会で。